かります。すごいね、長いんでね。7200、300か。はい、7300だから、行ったり来たりですね。増えたり減ったり。まあこれぐらいで維持していただければいいと思いますけどね。はい、どんどん増えるとちょっと辛いですよね。脈圧しっかりしてます。数が100回ぐらい。はい、脈圧は正常かやや高いぐらいでね。はい。やや高いところは血圧がちょっと高い。ああ。ワンちゃんはね、年齢いくとね、高くなる子が多いんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。何歳だっけ？12歳と何ヶ月でしょ？はい。10月1日が誕生。誕生ですよね。この間12歳になって、この熱は平熱です。38.1。胸を聞いていきますね。それから心臓。はい、こっちか。よいしょ。診断の時もありましたもんね。不整脈ありましたっけ？うん、心電図で。聴診してもなんとなく不整脈っぽいのがある。うん、ごめんね、ちょっと顔見せてくれる？オッケー。そう、僕なんか目悪いんだけど、ここが白いからさ、あね、それなりに、ええ、ここが赤いというか、赤いとダメなんです。白目が赤いとそこは炎症が起きてるから、それ調子悪いんですけど、とりあえず。目の表面さ、色素沈着を起こして角膜がこう真っ白けになってし、こっちなんてさ、ひどいことになってんだけど、ここが白いところではまあまあ落ち着いてるんですよ。うん、眼圧も違うもんね。こっちの方がなんか出てますもんね。そうそうそう、眼圧が高いんですよね。ごめんね、こっち見せて。口はいいかな。口はいいからですよね。口はいいからです。はい、じゃあ、お姉ちゃん、抱っこ悪い方から行きますね。逆だったかな。うん、耳はお口のこと思ったらよほどお口が匂い。耳はいい、気に酔わない。ただ息が出るからここはカペカペになっちゃうね。そうで、お前その出てる息がすごい臭かったからさ、すごい匂いになってたから、まあそれが本当に出てただけでもいいんだけどね。そう思うとよっぽど。じゃあお口ももうちょっと本当に何とかしたいね。いろいろ。目だけはしてるんですけどね。あ、してるんでしたっけ？してますよ。何秒ぐらいしてるんでしたっけ？私最近。やってないで、弟が頑張って。あ、ほんと30秒やってます。はい、ただここ、こっち痛いんで。あ、そうか、痛いところはそうやらせんよね。うん、そっか、30秒やってれば。
とかさ、この大きさでちょっと真っ黒っすね。ね。ね。これね、入れますけど。ちょっと洗浄しますね、そこを。洗浄すればどうしても刺激されちゃうんだけどね。なるべくそーっとやりますんでね。あ、そうなんですか。お手もしないでも遅いよ。はい、じゃあ反対側行ってみましょうか。重いよ、サンプルちゃん。はい、反対側。あ、ごめんなさい。